こんにちは、着信音運営事務局です。この動画では、私たちのサイトで購入したコンテンツを iPhone の着信音に設定する方法をご案内します。設定にあたって3つの点にご注意ください。1、最新版のガレージバンドが必要になります。2、ファイルアプリが必要になります。3、着信音には必ずサファリでアクセスしてください。ガレージバンド、ファイルアプリは iPhone の購入時にインストールされていますが、もしアンインストールされている場合は、この動画の説明にある URL から再インストールをお願いします。まず、サファリを使って着信音にアクセスし、好きなコンテンツを選んでダウンロードします。ダウンロードが完了したら右上のボタンをタップします。ダウンロードしたファイル名をタップします。ファイルアプリが起動しますので、先ほどダウンロードしたファイルをタップします。ファイル名を設定したら右上の完了をタップします。もう一度ファイルをタップして解凍します。これで着信音を作成するための新しいガレージバンドファイルが出来上がりました。続いて出来上がったガレージバンドファイルをタップします。ガレージバンドが起動したら左上の三角のマークをタップします。マイソングスをタップしてファイルを保存します。これで着信音を設定するための準備ができました。先ほど保存したガレージバンドファイルを選んで長押しします。メニューの中から共有をタップします。ベルのマークの着信音をタップします。次のメッセージでは続けるをタップします。最後のメッセージで右上にある書き出しをタップします。書き出しに成功したら着信音の用途をタップして着信音を設定することができます。連絡先に設定を選ぶとお友達それぞれに対して着信音やメッセージを個別に設定することができます。標準着信音、標準メッセージは個別に設定していない相手からの着信音として設定されます。以上で着信音の設定方法のご案内は終了です。ご清聴ありがとうございました。